はい、それではね、絵を見ながらやります。ちょっとお聞きしましょう。この絵に対して日本語で円を言います。英語と日本語どっちも、音読します。繰り返し言ってね、はい、この絵に対してはこれです。読みます。ワン、ツー、スリー。一人でスタジオにいるスタイリッシュな服を着た笑顔の若い女性。英語を読みましょう。Smiling young woman in stylish clothing, alone in studio. 今度はこの絵に対してです。じゃあ一緒に読むからね。日本語からいきます。美しい庭園に青いバラが咲き、自然の繊細な美しさを示しています。Botanical bloom of blue rose in beautiful garden, showcasing nature's delicate beauty. 今度はこれ、ああ、綺麗だね。このこれです。自然の美しさ、静かな湖、牧草地、そびえ立つ木々、曲がりくねった道、雄大な山々。Nature's beauty, serene lake, meadow, towering trees, winding road, majestic mountains. なんだここです。あ、似たような。お、こういうのが出てきました。冒険を求める人がヘルメットをかぶって美しい山の風景をバイクに乗っています。風景の中をかな、これ。風景の中を。こういう感じですか。はい。じゃあ読みます。Adventure seeker rides motorcycle through beautiful mountain landscape wearing helmet。これです。うん。色とりどりの花、澄んだ湖、鮮やかな空のある穏やかな風景。さらにもう一つ。自然の美しさ、青い空。緑の草原、静かな湖、鮮やかな花、そして太陽の光。Serene landscape with colorful flowers, clear lake, and vibrant sky. Nature's beauty, blue sky, green meadow, tranquil lake, vibrant flowers, and sunlight. あ、もう一ついきましょうか。これいいね。かわいいですね。はい。じゃあ読みます。青い背景に愛らしい表情を持つ幸せなシベリアンハスキーの子犬。Happy Siberian Husky Puppy with adorable facial expression against blue backdrop.